クルムは第一次ブルガリア帝国のハーン。仙台カルダムの息子。東ローマ皇帝ニケフォロス一世を殺害し、アバール領、東ローマ領を攻撃して、ブルガリアの領土を大きく広げた。仙台カルダムの後を継ぎ、803年にハーンに即位した。805年、アバール人の衰退を見たクルムは、アバール領に侵攻し、トランシルバニアから、 パンノニア東部に至る領土を得た。次に、南の東ローマ帝国に攻め込み、809年にセルディカを得た。これは、ニケフォーロス一世の信仰を誘発した。811年に、ニケフォーロス一世はブルガリアに信仰した。クルムは和平を提案したが、ニケフォーロス一世は、受け入れずに、ブルガリアの首都プリスカを占領して破壊した。しかしクルムは、プリスカの戦いで、 帝国軍を撃破し、ニケフォーロス一世も撃ち取った。その後クルムは、トラキアへ侵入を繰り返し、ベルシニキアの戦いで、東ローマ軍を再び打ち破り、トラキアのほとんどを征服し、コンスタンティノープルを包囲した。しかし、コンスタンティノープルを落とす手段がないクルムは、東ローマ皇帝レオオンゴセイと和平交渉を始めた。レオーンゴセイは交渉の場で、 クルムを暗殺しようとしたが、失敗した。これに激怒したクルムは、トラキアを略奪して、アドリアノープルを占領し、一時ブルガリアに帰国した。その冬に再び東ローマに攻め込み、アルカディオポリスを占領した、そして再び、コンスタンティノープルを攻撃しようとしていたが、翌年4月にクルムは休止した。次の班である、オムルタグは、東ローマと和平を結んだ。 ありがとうございます。